ポールイコールアンリティリー・ドルバック、ポールイコールアンリティリー・ドルバック男爵、ポール、アンリティリー、バロン・ディ・オルバック、1723年12月8日から1789年1月21日は、フランスにわたり主に、フランス語で、著作活動をしたドイツ出身の哲学者ある。ドイツ時代の名前は、パウル・ハイン・リヒ・ディ・トリヒ・フォン・ホルバッハ。尺位の、ドルバックは、 母の旧姓にちなむ。プファルツ選定公領へデスハイム、ドイツの現在でいうラインラントイコール、プファルツ州に位置するの裕福なカトリック教徒だった、ワイン農家の家庭に生まれる。幼少から、フランス語で教育を受けた。パリで証券取引所を営んでいた叔父の、経済援助を得て、オランダのライデン大学で法学を学んだ後、1749年から、パリに今日定め。 以降フランス人として生涯を送る。十枚のバジルで N と結婚したが早くに死別。その後バジルの妹である、シャルロット・シュザンヌでヌ、1814年6月16日死亡、81歳、と結婚した。当時の教会法では、この結婚は原則的に許されなかったが、赦免を得るために寄進し、結婚できた。二人の息子と二人の娘を設ける。 息子の内兄には、高等法院裁判官に、弟は軍人になった。娘はそれぞれシャストネー公爵、ノリボス公爵と結婚。出抜けの財産があったため裕福であり、各国の自然科学書や哲学書を乱読。ドイツの自然科学書の節訳や、イギリスの自由思想家の著書の節訳も手がけている。ドルバックは、知識人として、当時から有名であり、 ベルリンアカデミー、1752年、マンハイムアカデミー、1766年、サンクトペテルブルクアカデミー、1780年など、様々な都市の赤みに、在外会員として招かれている。毎週木曜と日曜にサロンを開催。妻のデーヌプ人のもてなしのおかげもあって、毎回たくさんの出席者を得た。例えば、ジョルジュイコール、ルイル・クレールド、ビュホン、 ジャンル・ロン・ダ・ラン・ベール、ジャンイコール・ジャック・ルソー、クロード・アドリアン・エルベシウス、ルイ・セバスティアン・メルシエ、ジャックイコールアンドレ・ネジョン、ドルバックの秘書、ジャン・フランソワ・マルモンテル、フレデリック・セザール・ドラ・ールプ、マリー・テレーズ・ロデ・ジョ・フラン、ルイズ・デッピネ、ソフィ・ー・ラリー・ブー・ド・ベルガルドなど。また外国人では、メルシオール・ルグリム、アダム・スミス、デイビッドヒューム、ローレンス・スターン、フェルディナンド・ガリアーニ、 ベッカリーや、ジョゼフ・プリーストリー、ホレス・ウォルポール、エドワード・ギボン、デイビッド・ガリックなどが参加したことがある。大半が1820年版、自然の体系に付された、略歴で挙げられているもの。百科前書の記事の一部は、こうした、会合の席で書かれた。ドルバック自身も376個の記事を書いている。 1751年からディドロとダランベールの百科全書の企画に参加、夜勤、地質学、医学、鉱物学、科学といった記事を執筆した。百科全書の出版許可が取り消されてからも地下に潜って協力を続けた。1760年から自ら哲学的著作を書き始める。反共権的な文章や反キリスト教的な文章、あるいはからさまに、 無神論、唯物論、運命論を唱える文章が多かったため、弾圧を恐れて多くは、個人の名前を借りたり変名で書かれている。例えば、ジャンイコール、バティスト・ミラボー、ベルニエ神父、ブーランジェ、等。ドルバックは、ボルテール流の理心論や反神論ではなく、最も早い時期に無神論を唱えた思想家の一人である。おそらくドルバックに先行するのは、ジャンメリエただ一人である。 ドルバックの自然観の根底には、人間は理性的な存在であるという確信がある。すべての宗教的な原理から道徳を切り離し、自然的原理だけに道徳を還元するというのが彼の目論みであった。主張。自然の体系あらゆる宗教的観念や理心論的観念を排して、無心論と唯物論と運命論、科学的決定論を解くものである。 ドルバックの執筆活動には多くの著名人が協力している。いくつかの本はディドロが構成した。例えば、自然の体系はディドロが目を通した後、注釈をつけており、このディドロの注釈は自然法典概説という題名のもとで、この書物自体の最終章として付け加えられている。さらにディドロは自然の体系の各章について詳細な概要をまとめた。 自然の体の真意という題名の本を書いている、1820年、交換。自然の体系が出版されると大変な騒ぎになった。政府から高等法院に提訴があり、審理の結果、1770年8月18日に、この書物を文書にするよう命令が下された。この時コンタギオン、即例レなど菩薩も同時に文書に、されている。 自然の体系観光直後から反論書がいくつも出版された。代表的なものは、1789年1月、パリで死亡。ドルバックは、啓蒙時代の精神を明らかにする代表的人物の一人であるが、バスティーユ襲撃の数ヶ月前に亡くなった。遺体は、パリのサンロック教会に破壊しもなく、葬られたが、フランス革命の最中に持ち去られたという。 1820年版、自然の体系に付された、著作目録によると、ドルバックの作品として50冊が挙げられており、さらに、例のある神父のインド哲学史に協力したとされている。50冊中には、哲学作品やキリスト教批判の作品に加えて、科学、医療について、夜勤、地質学、鉱山技術と翻訳書、地層の自然史の作品、また政治学や、 法学の作品、普遍的法制度の諸原則も含まれている。ルソーの著書、シンエロイーズは、ドルバックをモデルにしたと言われている。匿名での著作が主だが、以下が、ドルバックの著作であると推定されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。